マウルビバザール県は、バングラデシュの北東に位置する県で、シレット管区の一部である。マウルビバザール県は2707、警平方メートルの面積を有する。北緯24.10から24.35県、程度、成形90.35から91.20県程度の位置に存在する。北には、シレット県、西に、ハビガンジ県、 さらに南や東でインドのアッサム地方やトリプラ地方とそれぞれ隣り合っている。この県の主な川としてマニューやドローイ、ジュリに流れていて、いずれもインドから流れ込んでくる。毎年の雨季頃に雨量が超過した場合、その余分な雨の水がそれらの川に流れ込み、マウルビバザール県の一部で洪水の原因になることがある。マウルビバザール県は7つの郡に分かれる。 またこの県には67の組合や2064の村が存在する。この県の人口の内約5万人はマニプールやカシアトリプラの民族に所属する。スレーマンガルの紅茶農園マウルビバザール県の輸出品は主に竹や紅茶、パイナップル、砂糖きび、みかん、寒天、天然ゴム、マンゴー、レモンなどである。 マウルビバザール県に153カ所の紅茶ガーデンが存在する。この紅茶ガーデンを持つ家が存在する、この地域内としては世界中で3番目に多い。スレーマンガルから伝わるパイナップルは風味や甘みが良いことで有名である。マウルビバザール県には2967棟のモスク、613棟の寺院、56棟の教会、22棟の ブッダ寺院が存在する。ありがとうございます。